どうもこんばんは、 T です。今回もね、まあ、皆さんの相談を答えている回っていうことでやっていこうと思うんですけれども、今回の相談はこちらになります。問題集の基礎的な問題を解けるんですが、模試で点数が取れません、どうすればいいですかっていう話で、これはね、あのサブチャンの方で配信をしている時に、まあ、来た相談になるんですけど、まあね、時期が時期、もう11月もね終わっちゃうっていうタイミングなんで、なかなか模試で点数取れてないとね、まあ、この模試の結果っていうのがね、本番の結果にもう反映されるんですよみたいなこと言われて、いやーちょっと焦るよねっていう気持ちあると思うんですよ。でまあこういった相談来たと思うんですけれども、まあ、これはね本当、まあ、個別案件の部分もあるんですけれども、共通する部分っていうのがいくつかあるのでお話をしていこうかと思います。まず今回のねこの模試っていうのが、まあ、おそらく共通テスト関係の模試だと思うんですけど、この手の話でね、まあ、よく言われるのが共通テストは非常に簡単だみたいな話があって、で共通テスト非常に簡単なんで、まあ、問題集ね基本的な問題のやつ解いとけば当然解けるようになるでしょうと。まあ確かに言ってることとしてはわからないこともないんですけれども、あれ半分嘘なんであんま気にしない方がいいかなと個人的には思ってます。これ何を言ってるかっていうと、やっぱりですね、難易度っていうのを考えた時にすごい相対的で、それは二次試験とかと比べれば共通テストの問題ってめっちゃ簡単だよと、これはまあ間違いないとは思うんですよ。事実だと思います。どうしてもね、やっぱ国公立とか受ける人って多いじゃないですか、共通テスト受けるってなってくると。でまあそういったことをね対象にしていると、まあ生徒のレベルも高くなってくるし、学校の先生とかもね、まあ、そんなん解けないでどうするんだと、共通テストなんてもうそんなん余裕で9割ぐらい取れないとダメだろうみたいなことを言う先生もまあいるわけですけど、じゃあまあ実際問題そんなに簡単なテストなんかっていうと、まあ、ぶっちゃけそんなことないですよね。普通に難しいテストだと思います。まあ、なのでとりあえず言えることとしては、まあ、まずそんなに焦らなくていいですよというのが一つあります。焦ってまあね、いろんな問題集とかやってみようとかみたいな話になったりするんですけど、それで解決することってまあ今まで見てきた中ではほとんどないので、まあ、変なことをする必要はないかなと。じゃあ具体的に何するんだって話なんですけど、やっぱりね、基本的な問題が解けるのに模試になると急に解けないとかっていうので一番多いケースっていうのは、問題の形式に慣れてないっていうのは個人的には一番多いと思っているので、ひたすらですねその型に合わせるっていうのをやってみるといいかもしれません。要は特化して勉強しましょうって話ですね。まあ簡単にできるとは思いますよ。それこそ共通テストなんかだったら予想問題とかめっちゃ出てると思うので、その予想問題を徹底的にやり込むと。で別にね、あの新しい問題僕全く解く必要性ないと思っていて、まあ、5年分ぐらいのなんか予想問題セットみたいなのあったりするじゃないですか。まあどこのでもいいんですけど、でもそれをですねもう覚えるまでやりきっちゃうと。まあ、これは結構賛否ある話ではあると思うんですけど、あのね、まあ、問題が解ける人と解けない人の違いって何かって言った時に、もうね、解き方が分かるかどうかみたいな話ってすごく大きくて、うん。まあ、なんか知らんけど解ける人っているじゃないですか。いや、まあ、これはこれじゃねみたいな。で、あれ何なのかなって言った時に、もうその答えになるようなパターンっていうのをある程度把握しているから、まあ、それこそね、最終的に今2択の運ゲーみたいになっても、まあ、多分こっちでしょみたいなので拾えるわけですよ。でこれは個人的にはあまり好きな方法ではないんですけど、やっぱり基礎がしっかりできている人っていうのは、まあ、最終的にねちょっとだけ調整するだけですごい点数上げれる部分っていうのはあるので、そうやって調整するだけでね、まあ、もったいないっていう部分もあるから、まあ、もうこのぐらいのねタイミングも本当11月もう終わりそうで、12月とかでもう時間ないわけですから、まあ、そういったタイミングになってくれば最終的に、まあ、テストで点数を取るためにどうするかっていう動きをするのは全然ありかと思います。でこれをやるともう一個いいことがあって、あのね、どういったところに注目して勉強すればいいのかっていうのが分かるようになるんですね。なんかポイントつかむのがうまいとか、コツをつかむのがうまい、要領がいいみたいな人っていると思うんですけど、ああいう人はどういうふうにやってるかっていうと、まあ、普段ね、あの教科書とかでも全然いいんですけど、そういうのを見た時に、あ、ここテストで出そうみたいなのが分かるんですね。でそれは何でかっていうと、逆にもう問題としてどういうところを聞いてくるかっていうのが読めてるから、そういうところを見れるわけですけど、まあ言い方ちょっと悪いけど、まあそのあんまりそういう感覚が鋭くない人って、教科書とかを見た時にどこ見りゃいいのかわからない、目が滑るというか、でなんかおかしなところを覚えちゃうみたいな話があるんですけど、さっき言ったようにもう5年間分でいいんで、もう丸暗記、全部問題文から何からもうこういうのが出るよねっていうのを覚えるまでやってしまうと、どうなるかっていうとですね、これから最終調整として、まあ、教科書読みましょうとか、まあ、それこそ今までいろんなね学校で配られた資料とか読み直しましょうみたいなことってあると思うんですけど、その時にどこを拾えばいいかっていうのはこれから分かるようになるんですね。だって問題知ってるんだもん、どういうの出るか。だから、あ、ここの知識って今のところ僕覚えてなかったけど、多分聞かれるからこれ覚えとこうみたいな、
で、これができるようになってきたら、まあ、効率よくなるのは、まあ、すぐに分かるじゃないですか。まあ、当たり前の話ですよね。なので、まあ、本当直前期、もうどこ見ていいのか分からない教科書とかもね、分量結構なんだかんだでありますから、やべえ、厳しいとかっていう時には、もう一回落ち着いて、まあ、しっかり問題集やって、で、どういうところが聞かれそうかっていうのをしっかり頭の中にも入れる。まあまあ、頭に入れるというよりも、もう体に染み付かせる感じですよね。もう本当にもう5年間分ひたすらやりまくってもう覚えちゃうわけですから、まあ、そうなってくるともうなんていうかな、考えなくても分かるような状況になってくるので、まあ、そうすれば基本的にはあんまり考えなくてもね、効率よく勉強できるようになるのでいいかなというふうに思います。で、その時に重要なのがですね、まあ、答えが合うかどうかっていうことではないっていうことで、答えを合わせようと思ったら、まあ、割と簡単にできると思うんですよね。まあ、もうそれこそもう選択問題なんで、まあ、何番かっていうのがね、それこそランダムで表示されるわけでもないですから、確かこれなんか3番だったよなみたいな、そういう方全然できると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて解説ですよね。どういうプロセスでじゃあ3番なら3番になったのかっていうのをしっかりともう理解する。で、理解も大事だけど、もう本当にもう覚えるぐらいの勢いでやっていくっていうのはすごく大事になります。で、これやる時のちょっとまあポイントというか、まあ、テクニック的な話になるんですけど、全部線引いてください。よく、まあ、言う話で、問題集とか、まあ、参考書教科書とかでもそうですけど、ああいったものに線を引くのって問題ないというか意味がないっていうふうによく言うじゃないですか。で、あれはどういうことかっていうと、結局線を引いたことによって満足しちゃうよねみたいな話があるから、まあ、それだと意味ないよねっていう話なんですけど、今言ってるのはそういう話ではなくて、全部読んでくださいっていう話なんですよね。意外とね、回答解説あれちゃんと読み込んでる人って少なくて、本当にまあいろいろ解説とかしてる時にこの問題わからないんですよと、解説書いてあるよね、いや解説書いてないですね、どれどれっつって見に行くと、まあ、大抵解説に書いてあるんですよ。ここにこう書いてあるけどこれ理解できないっていうことって聞くと、いやわかりますけど、それはじゃあどこがわからないの、いやわかりましたねみたいな、まあ、別にその質問に来るのは全然いいんですけど、それ自分で解決できるなら解決した方が早いじゃないですか。で、これ何が問題かって、結局読んでないってことなんですけど、その読めって言っても読めないんですよね、そんなもん。まあもうこれはかなり訓練というか練習が必要で、普段から活字にどれだけ慣れてるかみたいな勝負の部分もあるから。で、まあ学校とかでもね、まあ、特に英語の、まあ、問題の解説というか、その、なんていうかな、対策講座みたいなところでよく言ってる話だと、あんなもん全部読んではいけませんと、重要なところだけ読みましょうみたいなことを言う話結構あったりするんで、まあそれの影響なのか、まあその重要なところだけ拾い読みすればいいよねっていうふうなことを考えてる人結構いるんですけど、それってどうなのかなって個人的には思っていて、そもそもですよ、重要な部分がわからないから点数取れてないと。で、その人がなんで回答解説な重要の部分っていうのがパッと見た瞬間にわかるのかって話で、いやいや、それが分かってないから点数取れてないんでしょっていう話なんですね。だからもうあんまりね、その死ぬこと言わずに、もう全部読みましょうと、どこが重要かとか、なんか太字が大事とか、そんなんどうでもいいんで、もうとりあえずもう全部読むと。で、読めっても無理だから全部線を引きましょうと。もうぐちゃぐちゃになるのが嫌だったら指でなぞるだけでもいいですよ。本当指でなぞって、もうできるなら声に出す。ここでこういう風に言っていて、で、これこれこういう理由で答えは3番ですって口に出して言うんですよ。で、これをやると、まあ、かなりね、プロセス、回答のプロセスですよね。それが頭に入ってくるので、まあ、ぜひ皆さんやってみてほしいかなとは思います。で、まあ、こういう風にして、まあ、もう本当にね、ポイントっていうのが絞れるようになってくれば、まあ、基本的な問題解けてるってことですから、まあ、ほっといてもね、模試の点数、まあ、本番もそうですけど、点数は上がると思います。で、もうちょっとプラスの話というか、まあ、できるならっていう話なんですけど、問題を作るみたいなことをちょっとやってみるといいかもしれないですね。教科書とか読んでて、あ、ここってこういう形にすれば共通テストっぽい問題作れるな、みたいな。まあ、ガチで、その、なんていうかな、問題集を作れとかそういう話ではないんですけど、僕だったらここの部分こういう聞き方するなみたいな見方っていうのができるようになってくると、まあそれこそですね、いわゆる出題者の意図みたいなのがつかめるようになってくるわけですよ。これね、まあその言うのは簡単じゃないですか。まあそれこそ、まあみんなも聞いたことあると思うんですよね。国語とかで、まあ、筆者の意見とかって結局何なんだろうって、それって出題者の意図だよねみたいな話とかって聞いたことあると思うんですけど、じゃあそれどうやって読むのみたいな、人の心なんて読めるわけないじゃんって話なんですけど、立場はなんとなくイメージできるじゃないですか。こういう風な形で聞けば
大抵の人は多分こっちを選ぶんじゃないかみたいな。だけどあえてこっちを聞けば、まあちゃんと理解できてるかどうかのチェックっていうのはできるよねとかさ、そういうことできるわけですよね。なのでまあぜひぜひ、まあそういう余裕があればでいいんですけど、そういう目線でね教科書をちょっとまあ読んでみると、また新たな発見っていうのもあると思うので、やってみてほしいですね。意外とねやってみると、あ、なんかずれたことしてたなとかっていうのを気づくことってあると思うんですよ。まあ、よくありがちな話で、例えば科学とかの話で言うとね、あの炭酸カルシウムの色って何色だっけみたいなんで、白色みたいなで覚える人いるんですけど、そんな聞き方してますかっていう話なんですよね。基本的にそういう問題の聞かれ方ってしないじゃないですか。要は石灰水の中に二酸化炭素を突っ込んだらなんか白濁してると、ここの理由は何でなのかなっていうので、その炭酸カルシウムの色が白っていう順番じゃなくて、白っていうことはどういうことなのかみたいな聞き方してるじゃないですか。でここのなんかまあ本当同じこと聞いてるんですよ。問題としては一緒で、で知識としてもそれは知ってるんだけど、なぜか取れないっていうのはその聞き方の問題というか、どういう角度で問題を見てるのか取材をしてるのかっていうところがまあ違うから、なんか別の問題に見えちゃって全然点数取れないとかね、これすごくよくある話なんですよ。まあだからまあなかなかねこうなりきりみたいなのも難しいかもしれないですけど、自分だったらこういうこと聞くよねとかで、まあそれもいきなりやるの難しいんで、まあ、まずはねもう本当にもう共通テストのパターンっていうのをしっかり頭の中に叩き込むっていう意味で、まあ、5年間分ひたすら解き続けて、まあ、回答解説含めてもう完璧に5年間やりきるっていうので相当点数上がると思うので、やってみてくださいというお話でした。いやまあ気持ちはわかるんですよ。もう時期が時期なんでね、もうね12月入っちゃうからいよいよ点数出ないとやばいっていう風になってるのはわかるんですけど、これね本当現役生は知っといてほしいんですけど、大抵の人はですねもう基礎の部分って実は完成してるんですよね。基礎的な知識っていうのは全部入っていて、あとじゃあなんで点数取れないんだろうっていうのを考えた時に、実は本当にちょっとしたもう目線の違い、問題を解くなんかアプローチの仕方っていうのがずれてるから点数取れてないみたいなケースって結構あるんですよ。まあ、なのでまあ焦る気持ちっていうのを抑えて、なんで自分が点数取れないのかっていうのをもう一回ですね分析してみて、まあ、今言った話、まあ、僕が言った話っていうのはまあもう本当に全員に 100% 当てはまる話ではないので、最終的には個別のね個人個人に合わせた調整って必要にはなると思うんですけれども、まあうまいことやるだけでも一気に点数上がるので諦めずに頑張ってください。ということでね、今日はこの辺で終わりにしようかなというふうに思います。この動画がねいいと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。お疲れさんでした。さよなら。